はい、皆さんこんにちは、マリアです。ジェシカです。イエーイ。はい、今日はですね、アメリカの子育てといいますか、よくジェシカちゃんは将来的にバイリンガルになるんですかっていう質問があったので、それについてね、どうやってこう英語の教育を普段してるのかっていうところをお話ししていきたいと思います。で、普段ジェシカに何語で話しかけてるのかっていうと、マットはもう 100% 英語です。っていうのも、そもそも日本語が話されへんから英語っていう手段しかないんですけど、私に関しては半分日本語半分英語って感じです。やっぱり英語を話せるようにバイリンガルになってほしいっていう気持ちもあるんですけど、もちろん日本語も話せないと私の家族とかとコミュニケーション取れないし、もしジェシカが日本に住むってなったら日本語も絶対いるから、ある程度日本語も教えてます。で、普段はなんかお猿のジョージがすごい好きで、そういうのをこうアニメテレビで見たりするときは英語で見させたりとか、あとなんかドラえもんとかしまじろうとかは日本語しかないんで、それで見させたりしてます。でもなんか見てるって言っても、そんなテレビめっちゃ好きってわけでもないから、ちょっと見て遊んで、ちょっと見て遊んでみたいな感じだから、ちょっと耳で両方聞かせてるっていうような感じです。で、あとはなんかこういう絵本がアメリカから送ってきてくれたりしてて、これはクリスマスの時に送ってきてくれたやつなんですけど、全部中身が英語、こういうね。だからこれをなんかマットが寝る前とかに読んだり、それこそなんかアメリカの文化っていうか教育っていうのか分かんないんですけど、なんかこう子供が寝る前にこう本を読んだりっていうのがすごい当たり前みたいで、そういうのってやっぱり私たちとしては映画とかでさ見るくらいじゃないですか。でも本当に海外ではそれをしてるから、マットとかが、マットもやし、マットのお姉ちゃんがちっちゃい時もこう寝る前にお母さんにハリーポッター読んでもらったとか、なんかこう絵本を読む文化っていうのはあるみたいなんで、それはマットがしてますっていうだけで、あとは結構なんかバイリンガル用みたいなおもちゃを友達とか家族からももらうんで、そういうので遊んだりちょっと見せたりしてます。なんかジェシカはまだ今分かってるかどうか分かんないんですけど、こういう赤 red とか紫 purple みたいな感じでこう両方教えてくれるようなおもちゃを使ってます。それで遊んで、その今はまだ話も喋ったりしないから、こう普段から日常的に英語も日本語も触れれるような生活を送れるように、おもちゃとかこういうものとか本とか置いたりして生活をしてます。あと、そのアメリカの子育ての仕方で取り入れてよかったなと思うことが、ジェシカは退院してからずっと自分の部屋で一人で寝てます。で、日本人だったら結構子供と添い寝したりとか、もう本当にずっと一緒に寝るような環境になると思うんですけど、もうジェシカはずっと一人で寝てて、で、逆にそれで良かったなと思う理由が、はい、それで良かったなと思う理由は、自分のベッドをちゃんとこう自分のものって認識してるから、ジェシカにとってすごい安心できる場みたいで、それこそなんかお昼寝とかも最初はリビングでしたりしてたんですけど、なんか落ち着かんみたいで、自分の部屋でベッドに入れてあげたらもう一人で寝るし、もうそれこそ2時間も3時間も爆睡できるくらい、こうジェシカにとってなんか、安心できる場所だよね。はい、赤ちゃんであっても自分のスペースを確保してあげることっていうのは大事かなと思います。で、将来的にアメリカに行くんですかっていうようなお話をよくいただくんですけど、私としてもマットとしてもやっぱり将来的には向こうに行きたいなって思ってます。で、今はやっぱりコロナでなかなかこうすぐに行けるような状況じゃないんですけど、ジェシカが大きくなって小学校とか行くくらいになったら、それまでには向こう行きたいなみたいな感じです。やっぱり私自身もその海外のお友達ができてとか、英語が話せるようになってとか、それこそマットと結婚してすごい自分の価値観っていうのが変わったりとか、でもちろんそれはいい意味でなんですけど、この世界
をもっとジェシカに見せてあげたいという意味でも、やっぱり英語は絶対必要だからバイリンガルになってほしいと思うし、もっとそのやっぱり日本っていう島国で育つよりもアメリカっていういろんなダイバーシティがある中で生活した方が、多分ジェシカの将来的にも価値観とか、あとはもう自己肯定感とかもきっと持てるだろうし、なんかこうなんて言うんだろうな、自由にのびのびと生きてほしいなって思うから、将来的にはアメリカに行きたいと思ってます。でもちろんね、日本でもそれができひんのかって言われたらそうじゃないかもしれないけど、やっぱり育つ環境とかってすごい大事だと思うので、まあ向こうでねのびのび自分のしたいことを好きにして言葉に困らず生活できたらなと思ってますね。出た Do you wanna go to America?そんな感じで、今日の YouTube はゆっくり撮ったんですけど、また近々マットと一緒にね、アップできたらと思います。 What's daddy's doing today? はい、それでは皆様次の YouTube でお会いしましょう。